北口ホーム、上野毛駅付近の模式図上野毛駅は、東京都世田谷区上野毛1丁目にある、東急電鉄大井町線の駅である。駅番号は、OM14。地上駅であるが、東駅付近の未線路が、掘割内を通過しホームもその中にある。上り線の未通過線を有する、島式ホーム一面三線の配置。一部の各駅停車が急行の通過待ちを行っている。また、 ホームは LED 照明を採用している。線路のある掘割をまたぐ形で、不動橋という立橋がかかっており、橋上を上野毛通りという路線バスも行き交う行動が通っている。駅舎はこの道路の両側の地平面に二棟あるが、この二棟は道路をまたぐ形で屋根を共有して一体化しており、外見上で非常に特徴的なものになっている。駅舎の設計は安藤忠夫。 二棟の駅舎はそれぞれ正面口と北口という改札口を有する。正面口のある駅舎はホームの上、掘割を塞ぐように建てられ、改札口は不動橋に面している。北口は上野下通りと環八通りとの交差点に面している。両駅舎は2階にテナントが入居しているほか、北口駅舎には裏側には自転車駐輪場が設置されている。 2007年12月19日までは北口の位置に旧駅舎があった。旧駅舎建て替え工事2007年12月まで強用されていた駅舎2006年6月から2011年3月までバリアフリーに対応するための駅舎建て替えを含めた駅改修工事が行われた。工事全体の終了は当初2008年9月の予定であった。 旧駅舎は現在の北口の位置にあり、バリアフリーには対応せず、トイレも改札外にあった。2007年12月20日に新駅舎の共用を開始。この際にエスカレーターエレベータートイレが設置され、バリアフリー化がなされた。その前日に使用休止となった旧駅舎は一旦解体され、北口として再建。2010年12月18日に改めて開業し、 改札口が2カ所となった。上り通過線の設置について、駅舎改良工事と並行して、大井町線の急行運転のために2008年1月に、上り線の未通過線が設置、同年3月28日のダイヤ改正から、急行列車の通過用に供用が開始された。大井町線急行運転のための追い抜き施設は、とどろ駅を地下化した上で上下線ともに設置する。 予定である。しかし、同駅の工事は、環境影響評価など環境対策のために完成が大きく遅れる見込みで、さらに同駅周辺地域からは、工事反対運動も起きているため、この地下化工事は未だ本格着工されずにいる。その一方、田園都市線の混雑緩和対策として2007年度には、大井町線で、急行の運行を開始することになり、 追い抜き設備の設置を間に合わせる必要があった。そこで暫定措置として上り線の未当駅に設置したものである。現行ダイヤでは、当駅で平日の朝夕ラッシュ時のみ上り急行が各駅停車を追い抜き、それ以外の時間帯では行っていない。なお、大井町線の急行は通過待ちをする、各駅停車がない場合も上り大井町方面駅は通過線を走行する。 ちなみに上り通過線の轟駅型の分岐器は、都内では稀なノーズ稼働型が設置されている。将来において、轟駅の地下化工事が完成した際は、各駅停車の急行退避は、同駅で行われ、当駅での急行の追い抜きは行わない予定である。ただし、その後も通過線と退避線という構造は維持される予定。 2020年度の1日平均乗降人員は16,125人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り、神野芸駅ありがとうございます。